吉高由里子、お酒を片手に1時間私にください大川、光る君へ主演。牧源一の個人商店、俳優の吉高由里子、35、が1月7日スタートの NHK 大河ドラマ、光る君へ、日曜あと 8.00 に主演し、平安時代に長編小説、源氏物語を生み出した紫式部に扮する。吉高は各メディアとの取材会で、自ら演じる、真宙、紫式部の少女時代が、従者と共に歩く場面を撮影した時の思いを、このように表現した。従者が、ずっと一緒にいるんだなぁ。ずっとついてくるんだなぁ。ドラクエかよ。と思いながら歩きました。姫は、姫で大変なんだなぁと思いました。平安時代のドラマのワンシーンを現代のゲームソフトドラゴンクエストに例える発想が面白い。それだけではない。紫式部、真宙の人物像に関してはこう語った。摩訶不思議な存在だと思います。源氏物語で世界中の人に名前を知られているにもかかわらず、当時の女性の記録は残っていないので、彼女のことはよくわからない。わからないから想像してしまう。亡くなってから千年も経っている今も、いろんな人が彼女のことを、こんな人だったのでは、と想像している。想像させる女、罪な女なのだと思います。紫式部を、罪な女とする発想も面白い。その発想は、作家のようでもある。取材会後に個別インタビューの機会があり、自身の文学的素養について尋ねてみると、こんな答えが返ってきた。ないんですよ。小学生の時、本当に作文ができなくて先生に、君の作文は、詩みたい、句読点が独特と言われました。小さい頃から本を読んでいなくて、わからないことがあっても、自分で調べないですぐに人に聞いていました。でも、昔から人に質問するのが好きで、その人の知識、言葉で説明してもらうのも好きでした。だから、その人たちが使った言葉を無意識にインプットして、それを使っていることはあると思います。この大河は、昨年5月にクランクイン。撮影はおよそ1年半にわたって続くが、これほど長い期間、一つの役を演じ続けるのは初めてだ。役を育てているのか、自分が育てられているのか、両方が並走する期間になるんじゃないかと思います。今は成長というか、扮装している自分を見慣れてきたところはあります。あとは、所作に関しては注意されないようになってきたので、馴染んできたのかな、とは感じています。すべての撮影が終わる頃にはこれまでとは一味違う、役者に成長しているかもしれない。私はすぐに忘れちゃうんですよね、終わった、と思うと、すぐに忘れちゃう。でも、この期間が特別なものになることは、間違いないと今も感じながら過ごしています。真宙は幼い頃に母親を失うが、学問を司る、父親のもとで、文才を発揮。想像力と好奇心を育み、思慮深く鋭い感性を持つ女性へと成長していく。演じていて、共感するセリフはあるのだろうか。ずっと肩に力が入っているのかもしれませんというセリフがあります。私も本番中にすごく緊張することがあって、その時はぐっと肩に力を入れているので、終わった時、肩こりがひどいです。源氏物語の作者である女性を主人公にしたこの作品は過去の大河以上に女性視聴者の関心を集める可能性がある。働く女性に共感してもらえる部分があると思います。働きつつ、家庭も子供も欲しいという話もいろんなところで出てくるので、私も頑張ろうと思ってもらえるような作品になればいいなと感じます。
もちろん、ヒットのためには、男性視聴者の注目も不可欠だ。雅な時代を描き、画面は鮮やかだと思います。お酒を片手に、1時間、私にください。お願いします。男性へのメッセージをそう語って艶やかな笑みを見せた。牧源一、牧元和、スポーツ日本新聞社、編集局文化社会部専門委員。テレビやラジオ、音楽、釣りなどを担当。